はい、どうも皆さん、こんにちは、しもれーです。はい、ということで今回のドゥーガなんですけども、セレクション第2弾でゲットいたしました。こちらの選手、今回リア大で使っていきたいと思います。柳田悠岐選手、リア大で使ってみたい。はい、ということでこちらに表示されてますセレクション第2弾でゲットいたします。柳田悠岐選手、今回リアタイで使ってみてやっていきたいと思います。選手見ていきます。弾道アーチ、ストミートアーチ、パワー8、走力80のパワー型でございます。守備適性一応ね、ライトなんですけど、センターも C 適性持ってます。裏捨て EDA ということで、まあそんな E とは言えない能力なんですけど、まあ守らせるには問題ないかなと。最低限の守備能力持ってるかなと思います。で、特殊能力超アーチスト、高額打法、存在感、全てレベル5、最強の特殊能力持ってる最強の選手になっております。まあこちらね、前までチャンスだったりしたんですけども、これ存在感になったということで、まあ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 、どっちも強い能力なんですけれども、まあこれもね、存在感でもいいかなと個人的には結構思っております。ということで今回ですね、こちら柳田悠岐選手を使って1番でですね、まあ柳田悠岐選手、皆さんもね使ってるとは思うんですけども、改めてですね、まあ私もホームランをねバチバチにかまして今回いきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、まずは称号チャレンジで同時になっていきたいと思います。称号チャレンジどうぞ。はい、では称号ですね、まあ欲しい称号というか、まあ同時になってくれれば何でもいいです。一応2枚持ってます、 A ランクということでいきましょう。まあ S ランクも一応1枚持ってます。来いミート自慢ね。あ、一応同時、 OKOK 同時なんですけど、もう一個、もう一発やっていきます。一応もう一発かましていきたいと思います。いきましょう。はい、まあ同時なんで全然いいです。ミート自慢でも全然 OK。 トマシア、トマシアどうする。うわー、これどうしよう。ミート自慢でいく。いやー、これ微妙。いや、リーグを考えてミート自慢でいきたいと思います。ということでこちらですね、ミーター11、パワー81、ツール80のギータ選手を使っていきたいと思います。リアタイいきましょう、どうぞ。はい、ということでよろしくお願いいたします。1試合目のやっていきたいと思います。こちらのスーパースピッチャー、ダルビッシュ有投手ということで、まあ私もですね、ちょっと最近打率がめちゃくちゃ下がっておりまして、ついに5割を残念ながら切ってしまうというね、ちょっと悲しい打率になってきましたので、まあちょっと今回しっかりねバチバチにヒットかまして、まあできればコールド打率も上げていきたいなというのが、まあ個人的なちょっとね今回の目標にしていきたいと思いつつも、柳田選手でホームランしっかりかましていきたいと思います。ライト、ライト、ちょっと警戒してください。なんか最近のランク戦っていうか、最近のプラチナ対戦、なんか打率高い人多くないですか。なんかみんな4割超えてる気がします、個人的に。もうね、なんか昔はあんま4割超えてる人とか、まあそんなになかった気はするんですけども、なんか最近全員4割超えてる、なんか猛者しかいないみたいなプラチナ、本当に。まあまあプラチナなんで、しょうがなくはあるんですけども、まあ個人的にはちょっとね、自分の打率の、おーい、よし、先制で取られて、うわ、振る岡本和真はえぐい。なんか最近ちょっとね、リアタイで強いピッチャーでも、あ、これゲッツーっしょ、ゲッツー、はい、いただきました、ゲッツー。最近のリアタイマジ外角大事、甘い、オーケー、絶対に打ちます。はい、ということで今回バッティングですね、しっかりギータ選手、相手ピッチャー山本由伸投手ということで、ぶち込んでいきたいと思います。はい、フルギータ、フルギータだけど対強打者出てるから、バチバチに能力下げられてし、いや、うわー、変化量マイナス1やん、わからん、そしてもあります、いらん、えぐい、無理。変化球空振り、ワンアウトです。バッターは2番に入っている吉田。今のはなし、山本、まずは今のはやばい、自信に仕留めています。いや、今のね、でも最初の初球と2ストライク目エグすぎ、あれビタビタすぎ、あれはね、打てん、あれは無理っす、あの、あれはしょうがない、まあ、最後の三振はゴミなんですけど、最後の三振はさすがに私が悪いっす、あんなゴミバッティング通しました。はい、ということで、まあ、残念ながら正孝選手のホームランしか打てませんでしたということで、まあ、同点ということで、まあ、この回しっかり抑えて最後ね、はい、OK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 、最後しっかりね、裏でサヨナラ勝ち決めていきたいなと思います。よろしくお願いします。ピッチングちょっと飛ばしてるかなと個人的には思いますので、飛ばしていきたいと思います。ここ、まずは先に出たいですよね。あ、これ超えるんじゃないの、これ超えるんじゃない、しかも全然超えなかった、ね、この起用に応えたい。初球打っていった、よっしゃー、来た、ギータ、ギータで決める、あ、まっ、
いや今のはないっしょ、さすがに今のはないっしょ、マジで今のは、いやさすがにでしょ今の。オッケー、おわーマジか、きちー、よし、はい、ということでフルギータです。フルギータかまします、さよなら。ここで決めたらかっけー、通信までです。いや、オッケー、通信ボールですね。この年間村と集中しよう、ストレス集中しよう。いや、よしよ、さよなら場面でホームランかっけー、イケメンギータ、うおっしゅー、うおっしーよ、ストレート通信もあります。フルタマック系です。ストレート通信、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 あー抑えた、二塁へ送球。まあ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 、しゃあね、全然しょうがなくないんだけど、まあしょうがなくはないんだけど、まあいいや、まあオッケーオッケー、決めていきます。無理に動かない方が無難でしょうね。ゴミ、ゴミやん、これで負けはやばい、これで負けはやばい、あのやばすぎる、集中通信絶対強い、これ集中通信、通信、通信、よっしゃー、めぐまーよー、かまーさーん、ということで2試合目いきます。キータで打ちます。はい、ということでよろしくお願いいたします。2試合目やっていきたいと思います。最初の一発ピッチャー山本由伸投手でございます。絶対ギーちゃんで打ちます。1番柳田行きましょう。オッケー、広角外行きます。はい、今日の強いです。行きます、通信もあります。初球から、いや、よし、いいね、マジインコース来たらバチコリかまします。この辺り見ていきたいと思います。いや、よし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 、通信もストレートかますよ、ここマジで、シェイ、よっしゃー、オッケー、ナイスバッティング。次は絶対ホームラン、次の打席は絶対ホームラン、ランナーを一塁に行きましょう。マサ、初球は何から入ってくるか、マサタカ、マサタカ、マサタカ、はい、これがマサタカです。張ってました、通信、あ、いいね、銀のホームまで行きます。はい、ナイスギータ、ナイス走力、いいね。3番カズマ、岡本、岡本選手もメジャー行ってほしいです、個人的に。本当に日本人メジャーリーガーいっぱい出てほしいです。オッケー、はい、ナイスバッティング、完璧、バッティング覚醒、バッティング覚醒、マジでバーカー打ちやすい、この流れで、第2打席ギータまで回したいと思います。はい、ということでピッチングですね。今回先発ピッチャー翔平大谷ということで、バッティングじゃなくてピッチングのは飛ばしていきたいなと、個人的には思っておりますので飛ばしたいと思います。飛ばします、どうぞ。球目は何か、オッケー、よし、引っ張り警戒、よっしゃー、これが外、いや、まあまあオッケー、行きましょう、ギータです。ここでホームランかましましょう、柳田悠岐、柳田が入ります。さあ、ストレートあります、一つ増えましたが、なおもチャンスは続きます。ナイスボール、今のナイスボールですよね、張ってもよかった、打ってもよかった、そうですね、オッケー、まあいいでしょう、あ、まあいい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 、しましたよね、ここ初球打った、頭上を越えていった、セカンドランナーはサヨナラホームイン、ゴミ、はい、ということでよろしくお願いします。ここからは柳田悠岐選手の打席のみお届けしていきたいなと思います。相手ピッチャー千賀投手ということで行きましょう。チッソ広角は92、これは打ちます、インコース、ストレート、ツーシム、いや、よし、いないな、フォーク虫、フォーク虫、ツーシム、ストレート、それマジ頑張り、この辺り見ていきたいと思います。いや、早く追い込まれたけども、まあいいでしょう、切り替えてきます、引っ張った、なるほど、そうですね、よっしゃー、ナイスバッティング、ということでいきましょう。柳田悠岐選手来ました、2打席目、はい、フルギーター、パーク中連打でチャンスを広げた場面となっています。通信も来いよ、その点差を広げていこうか、絶対打つ、ここ使ってみた動画は打つしかないっしょ、マジで。通信もあります、インコース、ミラ、よしよ、フォーク多頭の方なんでこの人、通信もあります、集中、オッケー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 、いよ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 、通信通信、はい、変化球が決まっています。いや、よし、3ボール、ここ打つ、ここ打つ、大体にフォーク買ってみましょうか、一回集中、柳田悠岐、
な感じで動画やりたいと思います。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。最後の質問、集中的に上げましょう。